ケモンシルエットクイズ。このポケモンは何でしょう？ヒントは地面ドラゴンタイプです。別名で砂漠の精霊と呼ばれているポケモンになります。実は会うのは珍しいそうです。答えは動画の最後です。皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドをやっていきましょう。シールド側のダイマックスアドベンチャー行ってみたいと思います。今回行くところは特に決めずに行ってみたいと思います。まだ持っていない伝説ポケモン何体かいるので出会えたら嬉しいなと思います。シールド版で遊んでるのでソード限定のとか出会えたらいいですよね。よろしくお願いします。では行ってみましょう。一番最初のレンタルポケモンを選んでいこうと思います。トゲチック、ライチュウ、ルガルガンから私は4番目の選択になります。この中だったらトゲチック、命の雫持ちなのでサポートするんだったらそれありですよね。ライチュウも使いやすかった気がしますね。トゲチックの選択でプクリンに変わりました。はい、2番目の方はライチュウ選択です。キングラーが出てきましたね。はい、私はプクリン、キングラー、ブースターから選びます。キングラーが一番なんか技的には攻撃がいいのかなというのでこれにしておきます。それでは一番奥のポケモン何タイプか見ていきましょう。フェアリータイプに強いのだと鋼とか毒かなって思うんですが、鋼の道に行ってもいいかもしれないですね。こちら選択してみます。電気虫の選択で電気側です。さて一番最初のポケモンはベントラどうしようかな。穴を掘る抜群を持ってるんですが2ターン目攻撃ないんですがこれにします。とりあえずワイトガードつけておいた方がいいと思うので一旦ワイトガードでカバーしつつ2ターン目で潜っていきましょう。それではレントラーにとりあえず勝ちたいと思います。ではレントラーか今までのキングラーかどうするか考えていこうと思います。持ち技で言うとどっちでも変わらない気がするのでこのままにしちゃいましょう。フェアリータイプだと格闘技が今一つになるのでキングラーバカ力は今一つで使えないんですが穴を掘るとクラブハンマーここは使えるのでそのまま行ってみたいと思います。できればね鋼タイプ毒タイプ持っていきたいですよね。次はペリッパーとこっち鋼のタイプのところにしてみました。もう一つ電気はこれ落雷かな、なんかそんな感じがしますね。真ん中の道はトゲデマルかなって思います。ここでレンタルにするかどうかを見ていきましょう。変える方いるので私はこのままにしようと思います。トゲデマル鋼電気鋼なのでなんか今回の道は電気タイプが多いイメージです。では行きましょう。2戦目きっとトゲデマルだと思うのですがどうでしょう。当たりました。少し前にトゲデマルを選択して一番奥のポケモンまで行ったことあるんですがかなり使いやすかったのですごく技的にはいいと思います。それでは見ていきましょう。穴を掘るバカ力抜群です。でダイマックス枠になっているのでダイナックルで味方の攻撃を上げていこうと思います。巨大マックスになれるのでここで巨大マックスキングラーすごく久しぶりに使えますね。普通にポケモンナスとかフィールドで遊んでる時もあまり使ってなかったので久しぶりに見ました。
はい、それではトゲデマル勝っていこうと思います。はい、アイアンヘッド持ちです。ほっぺスリスリ毒付きエレキネットアイアンヘッド、これは持ちて変える方がいますね。私はこのままいっちゃおうと思います。ワイドガードも持っているし、フェアリータイプ単体だったらもうこのままいっても大丈夫かなって思ったのでこのままにしてます。次は岩か水、水ってこれ生こぶしかな、じゃあ毒持ってる可能性があるのでこっち、奥にはバックパッカーのお姉さんもいるので持ち物ももらえそうです。残りの枠がハート2個でここまで来ているので倒れないように進んでいこうと思います。かなりちっちゃいからなんとなく生こぶしかなと思うんですが、当たりですね。生こぶし確か飛び出す中身の毒性だった気がするので最後倒す時に気をつけようと思います。それでは買っていきましょう。毒技やっぱり持ってましたね。変えるか変えないかです。どうしようかな、私変えていってみたいんですが、変えたいですあ、もらいました、ありがとうございます。飛び出す中身生こぶしで毒技持ちなのでフェアリータイプには抜群が取れる感じです。他のタイプだと鋼タイプはフェアリーと一緒にはいなかった気がするな。ここで何を持っていくか、うわーなんか命の玉でいい気がしますね。攻撃が若干強くなります。ただHP を削られてしまうっていう感じで、白いハーブもありだったかなと思うんですけど、今回は生こぶしに命の玉を持たせて迎えたいと思います。それでは一番奥のフェアリータイプ何がいるのか見ていきましょう。誰だろう、あ、ゼルネアス。最近ポケモンスナップを遊んでるんですけど、そっちでも出てきた伝説ポケモンです。ゼルネアス大丈夫かな、素早さを下げるか毒毒かですけど、毒毒が先な気がするのでこっちでしていきましょう。ゼルネアスはソード限定のポケモンだったと思うのでシールド側でゲットできてたか覚えてないんですけど、どっちでしたかね、あったことはねあった気がするんですけど、ソードで出会った可能性の方が高いんですよね。うわー、最後の枠を使ってしまいました。もう倒れたら終わりっていう感じです。ドクドクで入りましたね。ストーンエッジ、お、生こぶしのドクドクがもったいないことしましたね。ベノムトラップとかの方が良かったかもしれない。ここでベノムトラップ入れるかどうかですね。同じ技しか使えないんで挑発はちょっと怖いんですよね。なんで ベノムトラップにしていこうかなって思います。変化技になるので攻撃技ではないんですけど、いけるかな、ここでダイマックス枠を使ってもらいます。ゼルネアスかはい、ルガルガン真夜中の姿、フィジカルシャイン持ちましたね、良かったです。でトゲデマル抜群大ロック、まだ半分まで行ってないですね、結構辛いな。砂嵐になりました。貝殻の鈴でルガルガは回復です。他はダメージが入るんですが、ゼルネアスも同じように削れるのでそこは嬉しいですよね。はい、素早さ下げました。で毒毒が入る、みんなに砂嵐の効果、結構辛いな。
ました。はい。ライチュウが戻りました。ここからどうなるかですね。どうしようかな。カウンター？いや、物理攻撃2倍って結構辛いんですよね。いや、怖いな。素早さ下げていった方がいい気がする。これ。これは私は変化技で全部下げます。できればね、命の雫を持っているポケモン選んできた方が良かったかもですね。これで半分。アイアンヘッド、相手の能力をマイナスさせて次のターンでいけるようにしようっていう作戦なんですけど、生拳が遅い鈍足なので最後になっちゃうんですよね。ダイフェアリー持つかな。あー、倒れちゃいました。急所、今一つで急所はつらい。はい、ここで4体目で倒してしまったので逃がしちゃいましたね。わ、悲しい。すごく久しぶりに逃がしちゃいました。うわー、ゼルネアスが。はい、では今回の3体見ていこうと思います。色違いがいれば持ち帰ろうかなって思ったんですが、出てないですね。まあ、そんなに簡単には出ないので今回は連れ帰りはなしで戻ろうと思います。悲しい。ありがとうございました。あれー、いなかったみたい。なんか見逃してる可能性の、あ、いました、よかった。ゼルネアス、あれ、これはどこで獲得してるやつかな。ソードシールドですね。マークが特についてないので、よかったです。ゼルネアス捕獲できてました。この子ぐらいなのかな、モンスターボールで間違えてプレミアボールを投げずに終わってたみたいです。はい、ということで今回は一番最後、フェアリータイプはゼルネアスでした。残念ながら負けてしまったので、また再戦どこかでできるように遊びに行こうと思います。今回のポケモンシルエットクイズの答えは、地面ドラゴンタイプの特性冬フライゴンでした。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!